よいしょ。釣りライフ、ともはるきです。本日が4月25日の朝6時32分でございます。めちゃくちゃ早起きと思ったそこのあなた、寝ておりません。というわけでね、まあもう本当にここ最近は本当に良くない生活リズムが続いてまして、ガチの昼夜逆転ですね。俺以上に逆転してる人はいないんじゃないかというぐらい綺麗な逆転をしていまして、もう最近はもう朝6時に寝て夜6時に起きるという生活をね、逆に規則正しいんじゃないかと思うぐらいの生活をしてるわけなんですけれども、さすがに良くないということで今日はねこのまま起き続けようと思うんですけども、でまあ朝ね、俺はこう気分を切り替えるというか、一日始まるぜっていうのをね心に示すためにシャワーを浴びるんですけれども、まあ、今はねシャワーを浴びる前に撮影しております。普通はねシャワー浴びて髪の毛とかちゃんとやってから撮るんですけども、見た感じもあの話は済んでしまう、もうね起きたまんまでございます。もうすごいでしょ。で今ここでねこうやって分かる通りねプリンなんですよね今。まあなんかもう自粛ムードも激しくてね、まあ美容院にも気軽に行けないような期間が続いてまして、まあ僕も当然皆さんもね辛いと思うんですけれども、まあねちょっと色が嫌なんですよね。あの前回ね、染めなかったんで美容院行った時に。もう結構こうやってね、黒い部分が増えちゃってるでしょ？まあプリンは全然いいんですけど、むしろ根元黒い方が立体感が出るんで、俺はそれで気に入ってるんですけど、ただこの色がどうしても気に食わないんですよ。この色をね、褒めてくれる人は結構いらっしゃるんですけど、俺自身全然気に入ってなくて、色入れて、色落ちした色がこれなんで、別にね、これにしたくてしてるわけじゃないんですよ。だから色変えたいんですよ。色変えたいんだけど、まあ、この感じだからさ、変えるにも変えに行けないわけですよ。そんな時に、日本人の皆様が、使用している方法がこちら。はい、セルフカラーでございます。これでね、僕がシャワーを浴びる前に動画を回してる理由がわかると思います。このカラーバターを使って、セルフで自分の髪の毛の色を染めてみようと思います。まあ色つけたら流さなきゃいけないんで、そのついでにシャワー浴びようと。2回もシャワー浴びるのもったいないなと思ったんで、まあそういった感じでございます。もう特に言うこともないんでね、もうあんまり調べてないです。ちゃんとあんま調べてないですけど、まあ感覚でやっていけると思います。というわけで今回は美容室に行けないから自宅でこのカラーバターを使ってセルフカラーで髪の毛を染めてみようと思います。自由にやっていこう。では早速やっていこうと思います。まずは髪の毛をね濡らします。濡らした方が染まりやすいって聞いたんで、染まりやすいってか伸びやすいか、そのカラーバターが伸ばしやすくなって結果まあムラなく染まりやすいっていうのを見たんで、まあ適当にやりますよ。ほらもうすごくない？黒い部分が激しい。で軽く拭きます。はい、こんな感じですね。したらカラーバターを混ぜていくんですけど、今回使うのはこちらエンシェルズカラーバターの色はベイビーピンクを使っていこうと思います。はるきくん青じゃないのとそこ持ったぞ。このあなた、この髪の毛に青は入りません。もうね今回別にこっから色を抜くとかそういうこともしないので、もうこの色に入る色を入れていきたいと思うんですけど、そうなってくると寒色系はねなかなか厳しい。入るかもしれないけど綺麗に入んないと思うんです。多分ね汚くなっちゃうと思うんで、まあ前回リツヤに染めてもらった時に紫ピンクみたいな混ざった色にしてもらったんですけど、その色落ち過程でピンクっぽくなった時に、あピンクめっちゃいいじゃんと思って、ちょっとねピンク気に入っちゃったんで、今回はねまあこのベイビーピンクって色を買ってみました。まあ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 青からね脱却してもいいんじゃないと、そろそろ許してくるんじゃないと思うわけでございます。でなんかねこれの染まり方みたいなの見たんですけど、ちょっと濃すぎるなと思ったんで、今回は同じくエンシェールズのこのカラーバターのクリアっていうね、まあ、色を薄めるやつを買いました。で後から知ったんですけど、なんか市販の安いコンディショナーとかリンスでもいけるっぽいですね。なんかちょっと損した気もしますけど、まあ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 動画なんでね
これでどんぐらいいいのができるかっていうのを見せていこうと思います。はい、じゃあまずは手袋をします。なんでこんな手袋が手際よくあるのかっていうと、俺が一時期ここだけ青く染めた時代に、あれはね、ブリーチだけしてもらって自分でマニパニで週1ぐらいのペースでセルフカラーしてたんですけど、その時にアマゾンでね、この手袋、ゴム手袋100マイルのやつを買って、それがめっちゃ残ってるんで用意周到です。じゃあまあ家にあったこの洗面器でね混ぜていこうと思います。まあカラートリートメントはそんなに、まあ、物とかについても簡単に落ちるっぽいんでいいかな。これでどれぐらい入れればいいんだろうね。まず開けてみよう。わー結構濃いね。はい、こんな感じでなかなか派手な色です。なんか甘くていい匂いする。まあどうしようかな、1対1ぐらいでとりあえず混ぜてみようかな。この辺が家にあったね食事用のスプーンなんですけど、まあちょっと勝手にね使っちゃいます。おおすごい美味しそう。3倍ぐらいやっとく。男のこの髪の毛の全頭ってどんぐらいなんだろうね。 3.5 ぐらいとか、まあ、今量はこれぐらいっすね。でここに同じぐらいの量のこのクリアクリームを入れます。うん、匂いは一緒で、色はねクリアっていうか白ですね。こんだけあれば十分だろう。はい、こんな感じっすね。そしたら混ぜていこうと思います。はい、1対1で混ぜたらこんな感じになりました。結構理想のピンクかな。まあ元々のカラーと比べると、あーちょっとわかんないな。本当はもっと薄いピンクにしたいんですけど髪の毛を。でもそうするとやっぱブリーチしなきゃいけなくなっちゃうんで、あんまり薄すすすすすなすすでも、あんまり薄くなりすぎても良くないかなっていうか、その綺麗に染まんなくなっちゃうかなと思うんで、まあ1対1ぐらいがちょうどいいのかな。もう少しだけ薄くしてみます。どうでしょうか、いい感じじゃないですか。まあこの服は一応脱ごうかな。なんかいらない服持ってきます。不当な汚れてもいい服に着替えましたんで、早速染めていこうかなと思います。うぃー怖いぜ、いろいろと。いきますよ。はい、あ終わった、もう引き返さない。うわやってる、完全にやってる。どんどん行こうか、前髪から上げてこう。もうあらやってんねこれ。カメラかまかがカメラ鏡代わりって結構しんどいな。後ろも行きます。十分だな、むしろ作りすぎたぐらいあるかも。これはもう完全にピンク。まあでも意外と適当にやっても染まるからな。いや多く作りすぎてないかも、これぐらいあってよかったかも。うわーちゃんとできるか心配だけど、まあでも結構な量ちゃんと塗ってっから大丈夫だとは思うんよ。よいしょ、まあこれでねしばらく放置しましょう。ラップしようか。はい、ラップで巻く前にちょっとね櫛で整えてきました。まあこんな感じですよ。じゃあラップ巻いていきます。ラップ巻くのがマジで苦手なんですよ。はい、よいしょ、よいしょ、適当に巻いておけばいいでしょう。はい、こんな感じです。じゃあちょっとドライヤーしに行きますか。そーい、ドライヤーで温めた方が色がよく入るのでやっていきます。大体こんなもんでいいでしょう。あとはラップが、まあ、熱を溜めてねやってくれると思うんで。はい、そしたら今7時4分なので、まあ7時10分ぐらいになったらね流そうと思います。はい、じゃそれまでスキップ。スス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 キヤ。はい、染め終わりまして、現在僕はね自分の髪の毛の色を確認している状態でございますけれども、皆様はまだおそらく画面上ここら辺はモノクロになってると思います。はい、早速発表します。カラーバターでセルフカラーした僕の髪色はこちらです。じゃーん、赤くなりすぎた。いやーちょっと赤くなりすぎましたね。はい、色こんな感じでございます。いかがでしょうか。色自体はねめちゃめちゃ綺麗に入ってると思います。めちゃくちゃ綺麗に入ってませんか。色ムラもね、まあ多少ここら辺の茶色い部分とかはまあ色が抜けてないんで入ってないっていうのもありますけど、まあそれは計算通りとか予想通りということで、それ以外の部分ちゃんと色が入るぐらいの明るさだった部分は綺麗なピンクに染まってますでしょ。なかなか良くない。いやでもね、色落ちを考慮した濃さで染めたとしてもちょっと赤すぎ過ぎた感じはしますね。毛先とかこんな感じですね。うん、めちゃくちゃ綺麗なピンクではある。個人的にこのねここら辺の色が好き。ここら辺のなんか
ちょっと薄いピンクみたいな色にしたかったけど、まあでもこう見るとね、めっちゃ濃いっすね。ただこのね、中の黒色がいい感じでプリンになってて、そこは俺的に好きなポイントというかね、黒とピンクは相性いいので。まあカラーバターね、シャンプーすればめっちゃ落ちるって聞いたんで、気に食わなかったらシャンプーめっちゃします。別に変じゃないっすよね。ただね、イメージがない。俺の頭がピンクなことのイメージがないっていうだけ。どうですか、似合ってます？そこだけちょっと心配なんですけど、自分じゃもうね、わかんないんですよ全然。ちょっとなんか VK バンドマンっぽいな。まあでも自分でね、染めて、カラーバターも1個2000円ぐらいだけど、半分も使ってないから、千数百円でこんな感じにできるなら、これからもカラーバター使ってちょこちょこ染めてもいいかなって感じですね。美容室行けなくてヘアカラーできないよって困ってる方、ぜひ Amazon とかで買えるんで、カラーバター試してみてください。というわけで今回は以上でございます。動画いいなと思ってくれたら、チャンネル登録とグッドボタンと通知ボタン、ベルボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。悪くない、本当に。このなんか後ろ髪伸ばしてる重ためマッシュとピンクの印象がマッチしてて、個人的にはめっちゃ気に入ってる。早く色落ちしろ。